血液透析器、ヒーマジェライザーダイアライザーは、半透膜などからなる透析装置である。主には、血液透析で用いる装置のことを指す。腎不全などで腎臓機能が低下している場合に、腎臓機能の持つ血液中の老廃物など、や、過剰水分の除去能を補うためにダイアライザーを用いる。ダイアライザーには、コイル型、積層型、 ホローファイバー型などに分類され、現在では効率、安全性に優れたホローファイバー型の透析機が主に使用されている。膜素材としては、セルロース系や合成高分子系の中空糸膜を長さ約3 0トルの筒状の透明、プラスチックケースに充填したものが一般的である。中空糸膜は細いストローの側面に大量の 小さな穴が開いたものと考えればよい。ダイアライザーは、この中空糸を数千から一万本程度束ね合わせたもので、その中空糸の中に血液を流し、中空糸表面の小口径の穴を通して、老廃物の除去を行う。老廃物は、拡散及びろ過の原理により、外側の透析液へ側へ移行する。中空糸膜の外側に透析液を循環させることにより、 濃度差を利用し血液から老廃物を持続的に除去していく。また血液中に不足する重炭酸イオンは透析液側から血液中へ流入する。ダイアライザーの中空糸は、赤血球、白血球、結晶板、アルブミン、固体は通過させないよう膜穴の光景は、それらの直径以下の大きさとなる。ダイアライザーの主要メーカーには、アサヒ火星メディカル、トーレ、ニプロ、 フレゼニュース、カワスミ科学、日記層などがある。国内約3000万本、年世界約8000万本、年。ありがとうございます。